はい、どうも皆さんこんにちは、キョウキョウです。今回ですね、タウンホール別何を対策すればいいかという話になります。では早速いきましょう。まずタウンホール1から4に関してはもう基本的に対策するというよりは敵が攻めてくることをなるべく防ぐ、だから要するに、壁を強化したりであったり防衛施設を強化してあったりで、なるべくこう資源を溜め込まない、それがやっぱり一番の対策だと思いますね。もうタウンホール1から4は本当に対策することがないので、それぐらいしかないです。まあゴブリンラッシュとかを対策するために、まあ迫撃砲であったりそういうのをやってくれればいいかなと思います。タウンホール5に関してはですね、やはりトロフィー隊が1100とかそんぐらいだと思うので、そうですね、ジャイヒですかね。ジャイヒなんですけれども、やはりそのタウンホール5でトロフィー数1250を目指してエメラルドを450個狙っているという方はですね、やはりジャイヒ対策をしていかないとやっぱきついと思いますね。そしてタウンホール6、やっぱりタウンホール6っていうのは結構微妙な配置な、結構微妙な配置なんですよね。なぜかというと、タウンホール7にやっぱ攻め込まれることが結構多いんですよね。タウンホール7に攻め込まれると強いジャイヒーに攻め込まれることになるんですよ。タウンホール6でジャイヒーは作れるのかな、作れると思う多分。ジャイアンとかね強いので、タウンホール6はやはりまだジャイヒー対策ですね。でもしかしながらタウンホール7とかに行くと、やっぱりタウンホール格上かなの、ドラッシュとか、そうですね、タウンホール6はジャイヒー対策してればいいと思います。ジャイヒー対策についてはですね、他の動画で紹介しているので、そちらをご覧いただけたらなと思います。タウンホール7はですね、タウンホール8からやっぱりドラッシュであったり、ドラッシュはされないと思うんですけれども、ドラッシュ、あと一番多いのがジャイビズとかですね、ジャイヒーですかね。まだタウンホール8でもまだジャイヒーを使ってくる方が結構いるので、ジャイヒー対策っていうのは結構重要となりますね。はい、そしてタウンホール8は、今私のレベルなんですけども、やっぱり、ジャイヒーは来るんですけど、そこまで来ない。だ要するに、ホグラッシュであったり、ジャイビズであったり、ゴレビズっていうのを警戒するためにですね、もうとにかく防衛施設を開けると。そして、対策するという配置はやっぱ、ホグラッシュぐらいしか対策のしようがないんですよ。あとは他の動画でも紹介したんですけれども、タウンホール7の、ジャイアントの誘導配置ですね。そちらも強いと思います。ですけども、ゴレビズとかね、もう対策しようがないので、ゴレビズとかジャイビズの対策方法は、もういかに防衛施設を上げるか、そして壁のレベルを上げてるかにかかってくるので、もう、本当頑張って上げるしかないとしか言えないですね。そしてタウンホール9、タウンホール10は、正直わかりません。おそらくタウンホール9であると、ゴレビズが中心になってくるんじゃないですかね。ゴレビズであったり、ペッカとかも使った、やっぱ戦い方も出てくると思うので、そちらはちょっと私もタウンホール9になってみないとわからないので、9になったらちょっとね、やってきてます、その動画を。今回はですね、タウンホール別の、対策しなくちゃいけないものについての話でした。ご視聴ありがとうございました。